どうも皆さんこんにちは、イースアクトです。今回はですね、つい先日発売されました FF7 リメイクをやっていこうと思います。で、僕 FF7 完全に初めてになります。まあ、前回ね、体験版をちょっとだけやったんですけど、ストーリー自体は初めてなんで、まあ、ここからね、皆さんと一緒に実況していけたらと思います。では早速いきましょう。いやー、めっちゃ楽しみ。ニューゲームですね。カメラ、まあ体験版の時と同じでデフォルトで、いや、バスターソードかっこいいな。で、まあゲームは、まあこれね、クラシックっていうのが、まあコマンド選択なんですけど、まあ難易度はイージーと同じじゃつまんないんで、さすがにね、ノーマルでやっていこうかなと思います。あ、で、ここが体験版のとこだ、とこからだ。はいはいはい、これそうだよね、体験版のとこだよね。最初エアリス、そうだね、多分一緒だね。こっから体験版の内容だ。やっぱ体験版のとこを最初やって本編に入っていく感じですね。じゃあ最初はあれか、なんだっけ、なんだあの名前わかんねえ、出てこねえ、なんか雲みたいなやつ、スパイだ、それ一緒だ、なんだあれだね、なんかカニみたいなやつ、あれと戦うとこからが始まりかな。いや、かっけえ。いや、マジでめちゃくちゃ楽しみ。まあ、とりあえずね、シリーズとしてクリアまでね、頑張ってやっていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。来た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 、体験版と同じなら、ここでクラウドが列車の上に乗ってきますね。いや、かっこいいな、マジでかっこいい。なんかほんと FF 知らない人でも、なんかこうクラウドとセフィロスぐらい、やっぱ名前とかビジュアル見たことある人多いと思うんで、まあ、それくらいね、人気なゲーム、人気な作品、人気のシリーズだと思うので、いやー、いいなー。よし、じゃあそろそろあれかな、バトルかな。これが体験版でやったアバランチたちだね。1ヶ月ぶりだね、バレットさん。行くぞ、シーリー。いや、あれから待った、本当に発売を待った。よっしゃー、行くぜー。ソルジャー、クラスファースト、クラウド、オッケー。操作はね、体験版でなんとなくやってるんで、まあ問題なく。まあマニュアルはちょっと飛ばして、あ、最初だからちょっと読んでいこうか。まあ、クラウドの基本操作、剣で、まあ、四角で剣による攻撃、長押しすると範囲攻撃を放つことができると。 OK、 四角、今長押しですね。範囲攻撃、まあそうか、これか、周りにいるね。 OK、 ソルジャーの刀らしい。でアイテムは自動で拾ってくれるみたいですね。そしたらちょっと走って次のステージですね。構わんて、任しとけって。今度は ATB ゲージでね、四角攻撃すると ATB ゲージが溜まって2段階まで溜めて攻撃していくと。であれだね、必殺技が使えるようになるんで、まあ、基本四角連打でもいけると。あ、これでアビリティを使えると。 OK、 まあ1体はちょっと普通に倒そうか。
OK、そしたらもう一体のやつにアビリティを使っていきましょう。あ、届かね。下手くそすぎる。やべ、溜まってねえ。くそ。下手くそ。で、メインメニューとマップ。フィールドでは、メインメニューからマップや情報を確認できると。オプションボタンで開くと。で、パッドで、現在の目的地や地図を確認できると。了解了解。で、オートアクション。勝手にやってくれるよってやつでね。こういう風に勝手に乗り越えてくれると。いや、じゃあ今度こそさ、アビリティちょっとちゃんと使いたいな。当たり前だろ。おっしゃ、行くぜ行くぜ。今度はガードと回避か。まあね、この戦はね、もうゴリ押しで最初いけるっしょ。ちょっとそしたらオッケー。じゃ次はじゃあバーストラッシュ。あ、奥にもいんのか。2体同時、あ、さすがに無理か。オッケー、かっこいいね。よっしゃ、次に進んでいこう。したら、そうだね、宝箱をここであるね。三角で開けると。で、次は、確か右側にあれだよね、神羅ボックスがあるんだよね。そう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 。これでアイテムを取れるよ、と。まあ、剣で攻撃して破壊と。OK。で、アイテムも自動で取ってくれるんで、めちゃめちゃ楽ですね。ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなれば。CV 桜井孝宏ですね。クラウドストライフ。俺は関係ない。いやー、もう桜井さんの声めちゃくちゃかっこいい。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。かっこいい。めちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいい割にはお粗末とかの声やってるんですよ、桜井さん。いや、そのギャップね。どうせ俺は基本がなくちゃね。っていうか出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えば、ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと。興味ない。来た、クラウドの代名詞、興味ないねですね。そう、星の未来、やっぱ星っていうのが、まあ、セブンだとキーワードになっている。ウェッジ、ウェッジいいやつだな。ウェッジいいやつ、友達になれそう。高い金払う、がっかりさせんじゃねえぞ。任せろって、元ソルジャーだよ、こっちはクラスファーストよ。いや、もうこのさ、後ろ姿からにじみ出るかっこよさ、やばない？めちゃくちゃかっけえな。よっしゃ、そしたら進んでいくぞ。 R さんでロックオンの切り替えね。了解了解。このね、犬強かったんだよね。ちょっとこいつはアビリティ使って倒していきたい。いや、ブレイバーだね。いいダメージ。で、このバーストっていうのがダメージが 1.6 倍になると。で、この状態でだからブレイバーとかぶち込むとめちゃめちゃいいダメージ出ると。オッケー、いいねいいね。で、終わると勝手に剣しまってくれるんで、なんか次行けようっていうのが分かりやすいですね。クラウドさん、リフトで上に待ってるっすよ。いや、操作はめちゃくちゃ簡単。だから苦手な人はクラシックモードでも全然いいと思います。まあ、ほんと本来のコマンドバトルっていう感じで、僕はアクション系が好きなので、まあ、自分で動いてやってる方が戦ってる感って好きですね。よっしゃ。でいけないんだよね。体験版でやってて知ってるっていう。ここにも犬くんだよな。よっしゃ、行くぜ。OK。 いや、まだいけるか。
バーストしてからちょっとアビリティを使っていきたいな。したらここでブレイバーを犬に。うわー、手榴弾あったのか気づかなかった。もったいね、もったいね、せっかくの攻撃チャンスを。 OK、 クソ雑魚が、やばい、結構 HP 削っちゃったな。まずいまずい。当然の結果だ。よっしゃ、次進むぜ。いたぞ、捕らえろ。当たる。オーケーオーケー。この辺はね、まあ苦戦することはまあまずないね。で宝箱。あ、でちなみにこのアイテムはあのバトル以外だったら特にあのゲージ必要なく使えるんで楽ですね。バトル中はあのゲージが必要なんで、あのもったいない、使うには。ゲージはね、やっぱ必殺技に使いたいからね。クラブはこっち。オッケー、頼んだぞ、ウェッジ。さあ、ついに、第一魔航路に入りますね。まあ、ここまでは、あれですね。体験版と全く同じ。ちょっと早く体験版の次に、進みたいな。魔航路は初めてじゃねえんだろ。俺を魔航だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえって。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタッフかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。魔航路は建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。オッケー、せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ、閉めろ。ここでね、あれなんだよ、バレットさーん。あいつはでもいない方がいいな。やだな、なんか嫌いだな。そんなね、噛みついてこなくたってよくない、こっちこんなイケメンなのに。モードチェンジ、三角を押すことでキャラクターの固有アビリティが発動しますと。クラウドはモードチェンジが使えて、バランスのいいアサルトモード、攻撃に特化したブレイブモード、今はアサルトモードなのか。 OK、 これで、あ、そうだね、左下に出てるのが次の状態だね。次の状態に移るには三角だよっていう感じか。 OKOK、 あー、ダメージやっぱ上がってるね。 OKOK、 いや強いね、強い。敵が弱いのか強いのかあれだけど。さっさと行くぞ。お待たせ、バレットさん。集中しろ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。よっしゃ、行くぞ。おい、ジェシーを待たせるな。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い。ティファはね、かわいいね。あ、体験版にはない。おお、いいじゃんいいじゃん。そうそう、こういうのよ、製品版。さすが。かわいい、ティファ。俺たちは、いや、いいじゃん、製品版。はい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 。いや、これちょっとあれだな、やっぱ最初はあの雲みたいなやつ倒すとこ、サソリか、サソリかスコーピオンなんちゃらって言ってたな、あそこまでかな。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。で、体験版の時に調べたんだけど、
なんかこのアバランチっていうのが、まあ、反逆者みたいな、この神羅に歯向かう組織のことを指してるみたいな。調査中ゆえ今少しのご猶予、うん、てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってる。ここでね、バレット先生による魔鋼のご講義が。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ来るぞ、医者に行け。マジです、てめえ。バレットさんね、他のゲームだとめちゃくちゃ弱いんですよね。もちろんね、まあ、主人公がねクラウドだからね、しょうがないんだけど。で、こっから体験版と同じならバレットに切り替わるわけだな。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵。マジでさ、こんな簡単に壊せんのにさ、バレットになったら全然壊れないんだよね。すっげえやだ。うるさくても我慢してね。まあ、ジェシーが言うならな、我慢しとくぜ。ここはあいつの腕どうなってんだろうな、重そうって毎回思って体験版プレイしてました。よし、こっからだね。バレットウォーレス、四角長押しすると銃による連撃ね、剣では届かないところまで攻撃できると。 OK。 そこで見物してな、これにかかれば楽勝よ。で、これ三角でもうほぼ一発で壊れると。これがゲージを大きく貯めて攻撃力でリチャージがかかるんだよね。だからまあリチャージまで、まあ、四角で攻撃でもいいし、四角で攻撃でもいいし、三角を押してリロードをしてもいいと。なんならリロードしてこれで終わらせた方が早いからね、その方がいいね。 OK、 操作チェン操作チェンジは、十字キーだね。まあ、ここまで来たらクラウドだね。 OK、 終わり。あともう一体だね。やべ、魔法使ってくんの。バツで回避。あ、なんだ、空中いけるじゃん、クラウド。大丈夫、バレットさん。オッケー、したら次だね。どうでもいい。クラウド、あそこ見て。警備システム稼働中。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったら火傷じゃ済まないよ。体験版でやったんですけど、あの、なぜか僕はこれが苦手みたいです。めっちゃダメージ食らった、これ。なんか知んないけど。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けて、ね、なんか今の「おい」あれですよね、桜井貴寛らしくていいですよね。クラウドっぽくない、あの貴寛さん本人っぽい感じで僕は好きです、すごく。そうそう、その感じ。オッケーオッケー。あ、なんだ、余裕じゃん。俺体験版の時めちゃめちゃ引っかかったのに。あぶねー、ここ早いんだよな、ここ。さすが元ソルジャー。ちょ、そう、ここめっちゃ詰まる。下手くそ。ちょっとオッケー。で、アイテム、ちょっと回復はいいか。あ、回復しとくか。ここでスイーパーが出てくんだね。手間したらお掃除されちゃうかも。オッケー。で、スイーパーには魔法が効くと。なので
まずブレイブモードで溜めて魔法を打っていくと。オッケーオッケー。まあブレイブモードでいっか。でこのバーサクモードっていうのがなんかよくわかんないけど発動するみたい。ブレイブモードになると。でまあバーストゲージ、さっきちょっとバーストが起こったゲージだね。ゲージはヘイトと表示されて、アビリティや魔法を当てるとバーストゲージが一気に溜まると。オッケー。なので魔法をスイーパーに当てると。お、本当だ、結構溜まったね。オッケー。でもう一回、そしたら魔法を当てて、まだバーストしないか。オッケー、バーストしたね。そしたらこの時にダメージをいっぱい当てると。まあ基本は魔法だね。 OK、 溜めて魔法で終わりと。 OK、 そうここでねフェニックスの方を手に入れられるんで、まあ最悪1回死んでもいいと。いくつって聞いたら年じゃねえか、普通はよ。なんか嫌いな割には話しかけてくんだよなこいつ。頼むぜおっさん。よし、ここが魔鉱炉だね。ここが魔鉱炉の中心、あそこに爆弾を仕掛けるね。よし行くぜ。オッケー、 MP 回復で、この辺確か奥にアイテムあるんだよね。そう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 。おじけづいたか。やるか、長年の夢が叶う喜びだ。あ、フェニックスの2個目だ。オッケーオッケー、いいね。まあアイテムは大事にいこう。サンキュー、あとは任せてって桜井さんが言ってます。オッケー、この辺はもう飛ばすな。うい、終わり。したら次だね。確かもう一回ぐらい敵いた気がするんだよね。あ、そう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 。うい、一丁上がり。あれみたいだね。なんだっけ、プロンプト。僕15はねプレイしてるんですよ。プロンプトも今バレットがやったみたいに倒すと自分でセルフでね言ってくれる。今なんかそれをちょっと思い出しましたね。来た来た来た。さーて、シンラが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな、俺は雇われただけだ。仲間じゃねえんだよな。だったら黙ってやれよ。頭が悪いっすねバレットさんは。仲間になりてえわけじゃねえんだよなクラウド。俺は本物が欲しいんだよな。ハチマー。全く関係ないっていう。でセフィロスの階層がありのなんちゃらスコーピオンが来ると。どうした。たまにね心配してくれるんですよバレットさん。問題ない。タイマーはどうする。お前が決めろ。これ体験版だと20、30で、30の方がなんか長い設定だけど絶対そんなかかんないから余裕。オッケー、来たね。いや体験版でもねこいつは結構時間かかった。来るぞ。なんだと。でなんかねバレットゲーだったんだよねこれ。おい、こいつ豆知識は。戦中の強化装甲だ。メタは行かずに弱い。魔法で攻める。待ってました。
で、あ、そっか、溜まってないのか、ちくしょう。いやこれ避けらんね。まあいいか、とりあえずファイヤー当てて、当たったよね今。OK、 フェイトの時に魔法を当てて、まあ、バーストまでね一気に持ってきたいんで、とりあえずアサルトモードで、でこう遠く行ったらバレットで当てていくと。OK でクラウド切り替えて、あタイミングちょっとミスったな。 OKOK でバーストしたら、まあ、ファイヤー当てると。でバレットのサンダーの方が通るから、あやべえタイミングミスった、最悪今。当たった、当たってないよね、タイミングくそ。まあ普通にクラウドに変えて、 OKOK でそしたら裏からこの防御バリアのコアをね破壊しに行くと。あやべミスった。じゃすげえこいつ苦手なんだよね、離れる。判定あんのそれ、やばい、下手くそすぎるな。クラウドに変えて、このさ下がったタイミングで判定あんの強いよね、やばい、離れる。いや強いなちょっと。 OK 取れたねやっと。でまあアビリティちょっと使っていこうか、溜まってる。 OK うわーマジかマジか、やばいこれはやばい、間違えた間違えた、すぐ間違えちゃうコマンド、やばいやばいやばい、あやべーフェニックスの王が、いやちょっと下手すぎるな。とりあえずゲージを貯めてリミットブレイク、敵をバーストさせたりするとリミットゲージが貯まる、満タンになると超強力なリミット技を使用できると。 OK 今いけるね、いけ、オッケーオッケー。でちょっと溜まったら回復しよう、シャレになんね。オッケーオッケー。いやバレットも死にそうだな。オッケーでガード、オッケーでアビリティのバーストラッシュは、なんだっけハードラッシュなんて言ってた俺今。なんかさこれ見ててさ、あの攻略ね、攻略見ててさ上手い人やばくない？2分ぐらいでこいつ倒してんだよ、2分半とか。マジでどうやったらいいか練習したけどできなくて全然わかんなかった。オッケーしたら、バーストラッシュだね、バー合ってるよね、バーストバーストスラッシュか、バーストスラッシュ、これな避けらんないんだよな。待ってあいつ死にそうだけど、まあ大丈夫か。待って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 、やばいやばいやばい、
ちょ、強いよオッケー、よっしゃラストだね。オッケー、ここはもうゴリ押しだね。いけいけいけ、やれやれやれ。いやーこれ強いな、マジで強い。やべ死ぬ。いやこれなんか避けにくいな、てか早いな出が。オッケー、そうか使えないのか。いやまだ終わんねえか、ちょっと魔法が必要だ。オッケーよっしゃー。いやマジこいつ時間かかりすぎ、つれー。いや本当に動画見て練習しても全然できなくて、もう最終的にゴリ押ししかない。よっしゃ、あとはじゃあ外まで出て終わりだね。サソリに連れてる、急げ脱出だ。どっちかというとお前のサンダーの方が功労賞なんだよな。ブッディが逃げ道を確保してる、全力で戻れ。ういっす、まあこの辺はカットでいいかな。そんな大してあれないしね。まあ早送りかな、せめて。じゃあ早送りにするわ。よし、早々にケリをつけてやるぜ。おっしゃー、またそうだスイーパーがいいんだな、うぜえな。OK、したらバレットとのサンダーを当てて、めっちゃ入るじゃん。オッケーで溜まったらもう一回サンダーを入れて、オッケー。いや強バレットゲーここであいつか、なんか戦闘、なんか戦闘族みたいなさ、なんか戦闘兵か、あいつ強かったんだよな。なんか終わり、サンキュー。こいつがね、なんか強い強い印象がある。間違えた。
ッケー、ここに体入れてくんだよな、マジでやだ。よっしゃー、これで終わりだ。次は本気でいく。よっしゃ、これで第一マコール終わりかな。これ今の携帯さ、多分今作ってるからスマホ型になってるけどさ、当時いつだっけ、1998年とかだっけ、確か発売されたのが。どうなってたんだろう、ガラケーとかなのかな、わかんねえけど、ちょっと気になるな。多分あれ今の最新版になってるはずだしね。クラウドさんちょっと疲れて寝ちゃってますね。かわいい。まああれだけね活躍したらそれ疲れちゃうよ、はって、はもうついたかって感じでね。オッケー、もうあとは特に見せ場がないかな、ほんと。これジェシーがこけちゃうんだよね。立てるか。助けてもらおうと思ってパタッと転んでみたの。かわいいな、ほんとかわいいな。クラウド、さすが。さあ走ろう。ちょっと照れたよね今絶対。かわいい。よし、第一魔航路爆破。なんかこのチリチリになって飛んでるのがさ、すっげえ綺麗。おっしゃー、終わったね。とりあえず第一魔航路破壊で一旦おしまいかな。ちょっとじゃあ次、まだ続きあるかな。あ、キャプチャーに入ったね。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし、先導してくれ。了解っす。おっし、じゃあまあ一旦キリイシここでパートは終わりかな。ちょっとウェッジ喋んな。よし、じゃあ次パート2やっていきましょう。臭い、錆臭い。